どうも皆さん、ごきげんよう、ハンクと申します。本日もご視聴ありがとうございます。ということで、今回ね、リベンジといきましょうか。こちらです。前回の動画でね、1フェーだけ引いてもうやめるみたいなこと言ってましたけど、あれは嘘だ。やっぱり何か欲しいよ。何も出ていないので、とりあえず何かを出したい。オーブが181個ありますんで、まあ今回は出るでしょう。とりあえず全職引きしていきたいと思います。それでは行きましょう。レディゴー。はい、行きましょうか。とりあえずね、龍馬か火の花欲しいんですよね。まあなぜかというと、闘技場で、使いやすいんじゃないかなと思うんですよね。エディーゼとなんだ、サクラかはね、ちょっと向かないかなと、闘技場に。はい、初っ端はチキ。前回の動画で東雲がラストに出て心が折れて、で今の状態なんですけど、まあ動画ね、結構ね出してから空いたんですけどもね、まあ何してたかっていうと、サボってました。まあそんな時期もねありますよ。はい、心を入れ替えてね、優しい気持ちで清らかな心でガチャを引いていきたいと思います。久しぶりですからね、ガチャ。はい、動画作るのも久しぶり。いやー、テンション上げていきましょうか。はい、もうね、まあ裏ではね、ずっとヒーローズはやってたんですけどもね、まあね、ガチャはね、あれ以来何も手をつけてなかったのでね、まあ配布オーブとプラス1フェーでね、まあ、180個もまあ貯めれたよという感じで、まあ、180個あったら出るでしょう。前回は140個で東雲1体だけだったんでね、何かしら欲しい。まあ、4体ピックアップはマジできついですよね。うん、140個使って星5が1体だけですよ。8800円で星5が1体、やばすぎる。はい、引いていきましょう。すり抜けはね、もう今回マジでやめてほしい。欲しいすり抜けとかもあるんですけども、ここでね何か引いておかないと、次のね闘技場のボーナスキャラがあまりにもいなさすぎる。とりあえず龍馬か火の花、マジでその2人どっちかでいいから欲しい。頼む。うーわー、マジかよ、いきなり出てくるか。うわー、マジで久しぶりに見ましたねこれ。わあ、イラストかわいいな。あ、いいね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 。うわ、めっちゃかわいいやんか。なんかいました。はい、うわー、やば、いきなりすり抜け来ましたね。かわいいから許そう。はい、東雲じゃないだけマシです。お願いします。もうここで出てくれ。すり抜けと同時にね、この盤面で出てくれたら勝ちです。さあ、すると来い、すると、緑からすると来い、どうせならするとや。はい、オッケー、煙オッケー。さあ来いよ。ティアマトさんはいらんわ、マジで。アリティアに行ってください。はい、赤エリーゼかな、確かエリーゼだったと思う。頼む、お願いします。主人公。はい、まずはカタリナゲットでございます。わ、盤面微妙やなこれ。盤面が微妙なんよね。サクラを狙いに行ってもいいんやけど、どうだろうね。これ一旦抜けましょうか。ちょっとね、白4つを一気に引くのはね、ちょっとしんどい。はい、白いらんって言ってるやろ。赤と白しかない。いやいや、俺が欲しいのは青と緑だから。はい、来いよ、とりあえず来い、ピックアップ来い、仕事しろ仕事。はい、獅子軍人帰れ、ベルンに帰れ。さあ、あー、まあ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 、いいっすね。俺はね、龍馬欲しいんすよね。のれん、なかなかいいと思うんすよ。考察でも言ったと思うんすけどね、何かこう悪いことができそうなんでね。はい、カミラ。はい、初期カミラですね。
戦火の連戦でもね、カミラが配布されましたんで、もう何体いるんだカミラ。もうカミラ10体ぐらいいるんかな、20体ぐらい。やばいっすよね。次の総選挙のね、またカミラが出てくるかもしれないしね。はい、期待に言う。マジでいらん、ベルンに帰れ。赤引いていこう。赤、白な、ヒノカちゃうわ。誰や、サクラか。可愛いんやけどな、欲しいんやけど、まあね、その闘技場ではね、やっぱなかなか使いにくいっすよね。やっぱり龍馬かヒノカ。あのマムクーと特攻暗記、あれはねマジで強いと思う。鈴風オッケー。はい、さあ来いよ。義務をポジション、太郎アマガイが描く桜、それが欲しい。お願いします。違う、アリティアに帰れ。お前こそアリティアに帰れ。さあ気を取り直して、あーいいね、配色最強。義務をポジションは最後に引きましょう。義務を狙いでいきます。まずは赤エリーゼ。さあ頼む。エリーゼもね、なんかちょっと癖があるからね、使いにくいんですよね。はい、ルーナ、オッケーオッケー。アーマーキラーはオッケー、いいよいいよ。はい、青引いていきましょう。リョーマ、さあ来いよ。オッケー、リョーマリョーマリョーマ。オスカー、目開けとけよ、目開けろお前。なんだその目は。はい、もう一回赤いきます。赤のすり抜けで欲しいのは何もない。リーフとかマジでいらんから、来いよ。あ、主人公ね。まあ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 、いらんけどな。はい、緑二つ。はい、スルトお願いします。スルト来い、スルト。オッケー、スルト入るか。スルトをすり抜けて来い。よっしゃー、イヤホンがぶっ飛んだ。いや、眠気も覚めた。今は朝の7時です。オッケー。やっと弾けた。めっちゃ嬉しい。これはどうなんだろうね。ちょっとわからんね。なんか攻撃力が低いような気もするんやけど、なんか守備も低いような、なんかな、全体的に低いね。うわ、やばい、イラスト。これはやばい。やばいやばいやばい。いや、めっちゃ可愛いわ。やっと来た、目当てのキャラ。ありがとうございます。この流れでじゃあもう一体すると引きましょうか。提供割合何パーだったんでしょうねこれ。さあ神引きできるか、もう一回引のか。よっしゃー、よし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 。うわー、神引き続いた。お、速さ上が、お、いいんちゃうこれ。速さ上げの守備下げとかそんな感じ。守備2とか絶対これ下がってるやろ。いいんじゃないんすかこれ。めちゃめちゃいいやんこれ。この性能的にどうなんやろ。もう守備下げとっていいんちゃうがねこれ。うーわ、来た来た来た、これはやばい。よっしゃ、この流れで行くぞ。目覚めたわ、オッケー行くぞ。じゃあ、あとはね、もうね、火の川いいとして、まあ、それ以外、緑以外引いていきましょうか。オーケーオーケー、もういいわ。勝ちや勝ち。紙シートはやばいやろ。龍馬来いよ。龍馬来たらね、もう前回のあの、篠の目、もうチャラになるから。はい。オッケー。いいよいいよ。さあ来い、龍馬。ここで来い。さあ来るんだ龍馬。オッケー。さあ龍馬頼む。かわいい、エストかわいいっすよね。アリティアに戻っていいよ。シャシャシャ、いこいこ。心が晴れた。もう前回で闇落ちしてたからマジで。オッケーオッケー。なんか飛行が多いなこれ。飛行の流れ来てますね、これ。ここで、太郎アマガイ。後編のガイ。
いいよいいよいいよ、全然 OK 全然 OK。 はい、微妙なところやなこれ。エリーゼちょっとちょっかい出してみようか。エリーゼなんなのね、あれ、あのフレンチクルーラーみたいなのついてますよね、あれなんなんですかね、あのアンモナイトみたいなのがついてますけど。はい、ギムオポジションから引いていこう。っていうかさっきから星3ばっかり出てるよな。さあ、ごい。星3ばっかりやね、ほんとに。ああ、あ、ちげえ。惜しいんやけど、ちげえわ、それ。いやー、どうしようかな。出るか、これ。白ばっかりあるけどね。いやー、でも引くか。ああ、もう見たいな。桜見たい。桜見たいから引いていきます。もういいや。もう、なんだ、龍馬、変態はもういいや。はい、お願いします。さあ、ごい。うん、いいよいいよ。ラガルドはオッケーオッケー。攻撃の指揮を持っておる。オッケーです。使える素材を持ってるキャラならオッケー。さあ来い。星さんが多いっすね、さっきから。うん、カゲロウ、カゲロウもなぁ、なんかもうちょっとね、こう強いスキル持ってたらいいんですけどね。さあ来いよ。オッケー、久しぶりの煙からの、いやー惜しいなー、惜しい惜しい、すごく惜しいよ。はい、残りオーブが51個。うーわー、変態召喚、変態召喚します。さあ来い。うわやばいなマジで、煙全く出やんねんけど。あ、エルビかわいい。いやー、どうしようかな。赤引いていくか。本当は青を集中して引いていきたいところなんですけども、ないならしょうがない。はい。エリーゼ、お願いします。まあ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 、オッケーオッケー。いいよいいよ。アーマーキラーならオッケー。はいはいはい。まあ、とりあえずね、まあ、火の花出てくれたから、もう今回勝ちですよ。はい。まあまあキラーオッケーって言ったけど、そんなにいっぱいもいらんねんけどね。はい、どうしようかな。緑も引いとくかついでに。はい、はいはいはい、オッケー。スルト狙いに行きましょう。スルト、ワンチャンスルトが出るかもしれない。まあオーブ3個で引けるんでね、まあお得ですよこれは。はいはいはい、オッケーです、オッケーです。重装特攻いっぱい出ましたね、今。はい。もう終盤になってきましたね。これ、なかなか配色いいっすね。もう緑の火の花出終わってるんで、全部引いていきます。まずは赤から。お願いします。はい。オーケー。入ったか？エリーゼ。まあ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 。オッケーオッケーオッケー。天空オッケーよ。いいわよ、天空は。はい、行きましょう。赤のすり抜けマジで欲しいもんないんすよね今。はい、もうエリーゼだけでいい。エリーゼ来い。おー、主人公とかそういう系かな、もう赤は。まあまあいいっすいいっすよ。はい、桜お願いします。見たい、早く桜が。はい、さあ残すは青2つ、変態召喚しますよ。はい、もうそろそろオーブが終わる頃なんでね、出てほしいところっすね。東雲やめろよ。ああ、かわいいね、癒されるわ本当に。アリティアに帰ってちょうだい。はい、義務オポジション青です。これ入りますよ、煙が出たら入ります。出へんのかい、出へんのかい。はい、ドニ帰れ。はい、これラストですね。青引いていきましょうか。変態。さあ、来い。煙来い、煙。まずは煙。オッケー。変態、変態。まあ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 、ウェンディいいっすよ、ウェンディ。ウェンディ強いっすからね。はい。ラストでございます。変態召喚。究極変態召喚。ドン。はい、最後は
アベルでした。今回とりあえず出だしにカタリナを引いて、ヒノカが2体出ました。まあ180個使って、まあすり抜け1体、ヒノカ2体。まあ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 いいんじゃないですか。4体ピックナップ、噛んだ今。ピックアップなんでね。まあしょうがないっすよ。まあじゃあ次のね、闘技場はヒノカを使って頑張っていきたいと思います。そんな感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。